ギニア・ビサウ独立戦争は、1963年から1974年にかけて、ポルトガル領ギニアで起きた独立戦争である。戦争の結果、ギニア・ビサウは独立し、翌年にはカーボベルでも独立した。1970年のアフリカのポルトガル植民地の状態。緑は、ポルトガル支配か、赤は、反乱軍支配か。 黄色は軽装中ポルトガル領ギニアは近くのカーボベルデレットと同様に1446年からポルトガル支配下にあり18世紀には商品やアフリカ人奴隷交易の中継点だったが後者は後にポルトガル政府によって非合法化された19世紀後半まではポルトガルの支配は不十分だった20世紀前半には散発的な戦闘が続き ビジャゴ諸島をポルトガルが制圧したのは1936年のことだった。1952年、ギニア・ビサウは植民地から海外州になる。1956年以前も地域的抵抗は起きていたが、最初の解放運動はアミルカルカブラルとラファエル・バルボサが設立したギニアカー・ボベルデ独立アフリカ島だった。1959年8月3日、 ビサウの造船所職員の職務放棄が最初のギニアカーボベルデ独立アフリカ党の活動だった。植民地警察が暴力的に職務放棄を制圧して50人以上が殺害された。この事件はピジグイティの虐殺として知られている。虐殺の結果多くの国民がギニアカーボベルデ独立アフリカ党を支持するようになった。1960年までに 武力闘争を想定して、司令部を、隣国ギニアのコナクリに移すことが決定された。1961年4月18日、ギニアカーボベルデ独立アフリカ党は、モザンビークのモザンビーク解放戦争やアンゴラのアンゴラ解放人民運動、サントメプリンシペのサントメプリンシペ解放運動と、ともに、ポルトガル植民地国民組織会議を、モロッコでの会議で結成した。 組織の主要目的は、ポルトガル植民地からの独立運動の協力だった。ギニアでの戦争は、ポルトガルのベトナムと言われた。主要独立運動勢力は、マルクス主義のギニアカーボベルデ独立アフリカ島で、訓練や統率も優れており、セネガルやコナクリといった、近隣国の安全な港を経由して、多くの援助を受けていた。ギニアの密林と国境近くの島の同盟勢力は、 ゲリラの越境攻撃や補給任務を大いに助けた。1963年1月にゲリラが首都ビサン南方のコルバル川近くの地点のポルトガル人守備隊を攻撃したことが戦争のきっかけになった。植民地中で同様のゲリラ攻撃が急速に広まり、特に南部が激しかった。百六十五年には戦争は東部にも広がり、同年には東は 北部も攻撃するようになった。当時北部では小規模独立勢力のギニア独立、解放戦線が展開していた。この時までにアミルカルカブラル率いる党は堂々と中国やキューバ、ソ連から支援を受けるようになった。ギニアビサウで活動中のポルトガル空軍の P-2 党がゲリラ作戦を成功させたことでポルトガル領ギニアに配備されている。 ポルトガル海外軍は前半は防戦的で、後半は保持している領土や都市を守ることに専念した。他のポルトガル領アフリカとは異なり、ポルトガル軍による反ゲリラ作戦はギニアではあまり成功しなかった。防衛作戦では、少数の兵士が重要な建物、農場、インフラに配備されたことは、ポルトガル不況にとって特に破壊的であり、人口密集地の外では、 党のゲリラ攻撃の良い敵だった。地方での党の同調者と加入者の増加もポルトガル軍の指揮をくじいた。比較的短期間で党はポルトガル軍の戦力をそぎポルトガルによる支配地域をギニアの狭い地域に押し込めることに成功した。解放領土の現地ギニア人がポルトガル人土地所有者への借金の支払いや植民地行政府への税金の支払いを止めたことも この成功の裏に見られる。党の支配地域にある統合製造会社の支部は接収され、党支配地域でのポルトガル通貨の使用は禁止された。解放領土での経済を維持するために、党は早くにマルクス主義の行政府と官僚組織を作った。それは農業製造や政府の破壊から穀物を守る教育された農場労働者、 農業生産物と引き換えに直ちに必要な道具や物資を供給する人民倉庫からなった。1967年までに、党はポルトガル軍の兵舎や宿営地に147回の攻撃を行い、ポルトガル領ギニアの2、3を支配するに至った。1968年、ポルトガルはアントニオデスピノラ新将軍を迎えて新たなタイゲリラ作戦を始めた。 スピノラ将軍は一連の軍事改革を行い、まずは党の地方における支配地域を奪い返すことにした。現地人の信用を勝ち取るための勝利の精神広報作戦や反抗的な現地ギニア人の抹殺、学校、病院、通信網、道路網等の大規模建設事業、現地ギニア人をポルトガル軍に大量雇用するアフリカ化戦略等がある。 1974年、検問所のギニアカーボベルデ独立アフリカ等、兵士1960年までにギニアに駐留するポルトガル軍は白人司令官に引き入られていた。白人の移任兵士、アフリカ根結の海外兵士、現地人が階級で分けられていた。これらの肌の色による差別は、スピノラ将軍のアフリカ化政策で廃止された。これにより、現地人と、 ポルトガル軍の統合が進んだ。二つの特別な反ゲリラ作戦がポルトガル軍によって実施された。一つ目はアフリカのコマンド部隊で司令官も含めて多くが黒人で構成されるコマンド部隊の大隊である。二つ目はアフリカ特別海兵隊で完全に黒人で構成される海兵隊である。アフリカ特別海兵隊は他のポルトガル精鋭部隊と共に ギニア河川地域で陸海共同作戦を展開し、ゲルラ軍の壊滅や補給路の破壊を狙った。スピノラ将軍のアフリカ化政策によって、カルロス・ファビアオ少佐が率いる黒人だけの部隊も誕生した。1970年代前半までに、ポルトガル軍で委任司令官として勤務するギニア人の割合は増え、大佐等の高級士官も誕生した。 ギニア人の両親のもとに生まれた黒人ポルトガル市民で道路工学軍装からアフリカのコマンド部隊司令官になったマルセリーノ・ダマタが代表的である。ギニア・ビサウで破壊されたポルトガルの武装車両ポルトガル人司令官による軍事戦略改良の中には湿地帯で未補装の地域での機動性を解決するための新しい陸海共同作戦も含まれた。この新作戦では 特殊海兵襲撃死体を打撃軍として用いた。特殊海兵隊は折りたためる M-961 小銃 37mm ロケットランチャー H&KHK21 のような軽量機関銃で軽装備し沼のような悪路における機動性を向上させた。1968年から1972年にポルトガル軍は攻撃姿勢を強め、 党の支配地域に空襲を行ったこの時には、ポルトガル軍は特殊な対ゲリラ作戦を行っており、民族運動の政治施設を攻撃することもあった。この戦略は1973年1月にアミルカルカブラルを暗殺した際に頂点を迎えた。しかし党は勢いを増し続け、ポルトガル防衛軍を激しく圧迫するようになった。 1970年、ポルトガル空軍はアメリカがベトナム戦争で用いたのと同じ焼夷弾や枯葉剤を反乱やその隠れ身のを破壊するために用いるようになった。1970年11月22日、隣国ギニアから党への支援を妨害するために、ポルトガル軍はギニアのセクトゥーレ政権を転覆するために緑海作戦を行い、党への物資輸送を切断した。 この作戦では、党の安全港であるコナクリを襲撃し、220人のポルトガル人陸海襲撃部隊と200人のハントゥーレ、勢力が市街地を攻撃した。狙っていたクーデターは失敗したが、ポルトガル軍は党の船や戦闘機をいくつか破壊し、26人のポルトガル人捕虜を救出した。緑海作戦は紛争を激化させ、直ちに アルジェリアやナイジェリア、ソ連が党への支援を申し出ることとなり、ソ連は軍艦をギニアビサウ地方に派遣し、今後のポルトガル軍によるギニアへの攻撃の阻止を狙った。国連はポルトガル軍によるギニアへの越境攻撃を非難する290号や295号決議を出した。ギニアにいる党の兵士は多くが最高の武装をし、訓練され、すべてのゲリラ運動を起こした。 1968年の後、東軍はソ連の近代兵器を受け取るようになり、中には 9K32 ストレラマイナス -2、MANPADS やレーダー制御式対空砲、イル -14 爆撃機があった。これらの兵器は効果的にポルトガル軍の航空優勢を削り、東支配地域の中の東宿英エへの爆撃を防いだ。1970年までに、東はソ連で、 候補者の訓練を行い、ミグ -15 戦闘機の飛ばし方やソ連式水陸、両用装甲兵員輸送車の動かし方を教わった。党の組織構造を弱体化させる一環として、ポルトガル軍はアミルカルカブラルの逮捕に数年費やした。逮捕が不可能とわかると、ポルトガル軍は1970年に彼を消す作戦を実行した。1973年1月20日、 不満を持つ元協力者と共に特殊部隊はギニアの粉堀で彼を暗殺した。この暗殺は憎しみの終わりの15ヶ月前のことだった。1974年、新しいギニアビサウの国旗を掲げるギニアカーボベルデ独立アフリカとゲリラたち1974年4月25日、左翼によるカーネーション革命が起こり独裁政権であるエスタドノボは崩壊した。 新政権は直ちに停戦し、党の指導者との交渉を始めた。8月26日、一連の外交会議の後に、ポルトガルと党は、アルジェで10月末までに、すべてのポルトガル軍を撤収し、党主導のギニアビサウ政府を設立することで合意した。1974年9月10日、ポルトガルは11年半の武力紛争の後に、ギニアビサウの完全独立を保障した。 独立によって党は順調に国全体に統治を広げた。党は1年前に一方的にボエッシュで独立宣言を行っており、これは多くの社会学者や国連の非同盟諸国に認められている。アミルカルカブラルの弟であるルイス・カブラルによる一党支配が始まった。ポルトガル軍に所属した7447人の黒人兵士は 12月末までに家族と家に帰るか、当軍に入るかの選択肢を与えられたが、この申し出を拒否したために、ポルトガル軍が捕虜を解放した直後に処刑された。ありがとうございます。